中央に巻いてきた、ヘディングシュート、キーパーさん押し込んで、押し込んだ、押し込んだ、先制点は広島、新加入工藤のゴール、プッシュしました、1対0広島。2017年のファーストゴールは広島工藤。セットプレーからでしたね。そうですね、まあでもその前からのね流れが良くなりだして、いい流れの中でね、はい、なんかゴールの匂いっていうのはありましたよね、広島にとって。新加入の工藤がいきなり開幕戦ゴールを決めました。まあ、非常にねフェリペ選手のコーナーからのボールも良かったですし、水本ですね。そうですね。ヘディングして、はい。